週の後半は前線が通過し、日本海側を中心に雨が降りそうですね。そうですね、日本付近、特に北日本に、ね、強い寒気が流れ込むんですね。これは明日の夜から西日本にかかってくる前線の通過によるものなんですけれども、天気図を、週間の天気図を、ね、見ていただきましょう。そうしますと、あさって7日の木曜日に日本付近、前線を伴った低気圧が北海道付近を通過して、さらに南海上ですね、関東付近でも前線があります。でこれね、マーク打たれてないんですけれども、温暖前線の寒冷前線が予想されているということは、ここに低気圧があるはずですね、はい、ですから、まあ、2つの低気圧が本州を挟むように東に進むということで、この後この前線の通過とともに北日本に寒気が流れ込みそうなんですね、はい、ただしその後8日の金曜日、9日の土曜日と見ていただきますと、これ日本の南に高気圧があって、低気圧は北側にあるという形で、いわゆる南高北低の気圧配置で、日本付近は逆に暖気、暖かい空気が流れ込みやすいということで、はい、この週の後半から、あ、 週末この日曜日にかけてですね、はい、土曜日にかけてですね、強い寒気が流れ込む場ではなさそうです、はい、10日の日曜日になりますと、大陸の高気圧が張り出してくるために、北日本を中心に西高東低の気圧配置になりますから、北日本では寒気のなんかがあるかもしれないですね、はい、でその様子を天気のアイコンでちょっと見ていきましょう。そうしますとね、まず雪のアイコンが予想されているのは札幌だけということですね、はい、特にこの週末、あの日曜日にかけて見ていきますと、札幌では7日の木曜日はやはり低気圧に伴う暖かい空気があるために雨、そして曇りのアイコンで、8日の金曜日に一時的に寒気が入るんですけれども、9日の土曜日には早くも寒気が緩んで、また雨ですね、はい、そして10日の日曜日になりますと、先ほど天気図でね、見ていただいたんですけれども、ちょっともう一回戻りますとね、西高東低になるために一時的に雪の日がありそうですけれども、はい、またそれも長続きしないということですね。そしてそれ以外の西日本から東日本にかけては、7日の木曜日、そして来週明けに曇りや雨のアイコンが多いですけれども、まあ、週末にかけてで言いますと、あさって7日の木曜日に全国的に曇りや雨のアイコンがありますが、その以外はまだそんなに、あの、割と天気はいい週末ということになりそうなんですね、はい、で気温も続いて見ていきますと、はい、やはりね、あの週末にかけて見ていただきますと、だいたい気温高めですね。札幌でも例えば10日の日曜日には最低気温が氷点下3度になっていますけれども、はい、それでもこの季節としては特に寒いというわけではないですし、それ以外、仙台より南では最低気温でも0度以下のところは一箇所もないということで、はい、比較的気温は高めで推移するこの先1週間ということになりそうです、はい、最新の情報はお天気アプリウェザーニュースよりご覧ください。